90式戦車と10式戦車戦車法は、戦車に搭載された手法の総称。最初から戦車への搭載用として設計されたものも、あるが、規制の野砲、後車砲、対戦車砲をもとに車載用に改造されたものも多く、反動を軽減するためのマズルブレーキの追加や、中退機の強化、小さく狭い砲塔内からの速車に向くよう閉鎖器を、 螺旋式や水平左線式から垂直左線式に変更、有毒な火薬燃焼ガスの砲塔内への逆流を防ぐ排煙機の追加などの手が加えられている。第一次世界大戦において誕生した最初期の戦車の任務は残豪の突破、不評支援であり、そのための榴弾砲を搭載していた。やがて戦車に対戦車戦闘能力が求められるようになり、 初期の戦車の薄い装甲に対処できるだけの小口径の対戦車砲が装備された。特に搭載力の乏しい軽戦車では第二次世界大戦初期あたりでも機関銃しか装備していないものも少なくなかった。第二次世界大戦の直前頃から戦車同士の戦闘が意識されるようになり、それに応じて戦車砲と装甲はシーソーゲームで強化が進んでいくが、榴弾砲では 走行貫通力が足りず、昇降系の対戦車砲では満足な榴弾が撃てないという問題が生じる。他方当戦車に代表されるように複数の砲を搭載したものも現れたが、技術的に問題が大きく成功と言える事例はわずかだった。所要の武装を別の車両へと振り分けたことで、多種の戦車あるいは突撃砲のような類似の走行戦闘車両が入り乱れる一因となった。 こうした状況は対戦車砲が合計 75mm クラス以上まで大型化し十分な威力の榴弾を撃てるようになったことでこれを装備する攻撃、防御、機動力いずれもバランスが取れた中戦車をもとに主力戦車への統合が進むこととなった。一方、巨大化した対戦車砲や降車砲は急速に対戦車ミサイル、対空ミサイルへの置き換えが進んだため 戦車砲は独自の道を歩んでいくこととなる。1960年代には、榴弾砲と対戦車ミサイル発射管を兼ねたガンランチャーも登場した。当時のミサイルは大型で、それに合わせたガンランチャーは大きすぎて蛍光弾数その他の問題から一旦は捨てれたが、後にミサイルの小型高性能化、戦車と戦車砲自体の大型化を受けて、 QM119 やらホットのように通常の戦車砲から発射できる対戦車ミサイルが登場している。以前は砲弾に回転を与えて弾道を安定させるライフル砲が主流であったが、1970年代頃からの第三世代主力戦車以後は回転により威力の落ちるアップフスズ弾やヒート弾が対戦車戦闘における主力となったことで、 ライフリングのない格好法が採用されている。21世紀初頭の現在では、合計 120mm 前後のものが主流であり、140mm 級も開発されているが、発射時の反動を抑えるのに必要な車両重量や、砲弾の重量が大きすぎることや、何より、ここまでの大力を、 戦術上要求する新世代主力戦車の開発が停滞していることから採用には至っておらず、現用の方の改良をないし、弾薬互換性を確保した軽量、低反動化や高所速化した新型砲、自動装填装置の導入といった部分に開発が注力されている。また、近年の非対称戦環境下においては、飛行船、対戦車戦闘の外然性は低下したが、 戦車法は原点の不評支援に近い領域で、汎用の直射火力として必要十分な威力射程、精度、即時性があり弾薬コストも安い点を評価されている。一方で高額化、大重量化した主力戦車の手が回りきれない箇所をカバーするため、より低コストで戦車法を運用する、送輪戦車あるいは軽戦車を配備する動きが現れている。 このような軽量車両には 120mm 格好砲は課題気味でライフル砲であり榴弾射撃にも適している 105mml7 やその5艦の方が選択されることが多い。ドイツ軍が録格したマーク2合計 57mm の QF6 ポンド砲を装備。三射門突撃戦車。75mm 野砲装備。ソミュール戦車博物館で展示される。 原尊車両縫合戦車、J 型最後機仕様、長方針 75mm 砲を装備、レオパルト2主力戦車、現代標準となっている 120mm 格好砲を装備、ドイツ国ドイツイギリスソビエト連邦、ありがとうございます。